なるほどね。二人にとって多分趣味って頑張るって感じなんでしょうね。なんか趣味になるとハッてなっちゃうってなります。そっかそっか、趣味、そうね、頑張ってるって感じがします。モーさんも今ね、ちょいちょい直し中で、はい、でも結構ほら、頑張ってない感じだよね。そうそうそう、頑張らないんですよ、趣味は。趣味は結構、まあ、あのエジプトの人とかだったら大体こうちょっとリラック音楽でリラックスしてたりとか、まあ、お客さんとこう一緒になんか一緒になってこう曲を共有してる時とかにゆったりとわーってやるが、うーんっていう感じにならない、むしろちょっと休憩みたいな感じでやっていくんですよね。そうそうそう、で多分ね、お二人にとって趣味って足をすごくギューって締める、筋肉をギューってやってるような感じかなっていうふうに見て思いました。イメージはなんか骨の周りに筋肉ついてますよね。なんか骨に向かって筋肉をギューってこうあのギューって寄せてるような感じでなってたんですけど、趣味はねずっとねこういうふうにももの裏側を曲げるっていう時に後ろが離れる、うん、そう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 、こういう脳みそでね趣味やってます。膝裏からかかと、ここもこの分伸びるから、この動きの時に毎回後ろ筋が筋肉伸びてる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 伸び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 、皆さん内側のかかとが縮んでるわね。伸ばしていいのかな、右だけやってみますね。ちょっと一回力入れて、かかとがこっちにかかっちゃって、はい、でここで母子球、ここを前にグーッと押していきます。でその先に指を伸ばします。よいしょ。ここからってことです。そう、そう、今すごい反応してる。これを使い続ける。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 意識。